c g s をご覧の皆様、こんにちは神谷宗平です。本日も縄文発末祭の旅お送りしていきたいと思います。講師は伊藤京さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかだんだん話が、はい、あの時代がまあ近づいてきてと思います。だいぶ前なんですけど、はいはい、あの古事記との組み合わせで、はい、あのより話がつながってきて、あの楽しくなってきました。はい、ますます、はい。まあこの時代の天皇はやっぱり人間と一ての天皇ということもありますので。はい 人間ある意味人間臭くなるという部分もあるんですけどね。はいうん、まあその時の事件として前回、えー、開化天皇が選定の大きさをもらうという事件が起きて大、はいえー、物主がいなくなってしまったという話になります。うんはい、でそのお子様が枢仁天皇という方ですね、はい、イソニエという方です。この時代は国が大いに乱れました。うん、それでは一つは大物主の存在がなくなってしまったということもあるわけですね。はいうん、そのために枢仁天皇は非常に、えー、お悩みになります。うん 今日の綾は33綾ということで「神あがめエヤ,ミすアヤということとですねエヤミというのは国の乱れ病気そういったものを指します。うん、でこの時代に、えー、三重城というのは生まれますそれはいわゆる天照大御神のご意向をもう一回取り戻したいということで天照大御神の御霊をどこにきちんと祭ったらいいのかということでそれを探す。 立場の方が三江と言います。後に西王という方ですね。伊勢神宮の手前に西宮というところがありますが、そこに昔はたくさんの西王がいたということがわかるわけです。私あのそこ行きましたけど、結構の広さがありますよね。今もどんどん開発してますね。あの発掘が進んで相当広い場所ですよね。はい。 ですね、うんはい、ですから杖をついてこうね探ってたわけですけども、まあ、先日あるホテルの杖の、えー、社長さんと会いましたらこの会社の社長さんが「私は毎年伊勢のそこの西宮に行くんだ」と言ってましたけど、うん、やっぱり杖と関係があるということですね。うんはい、で、えー、ある時ですね初代の西王豊杖姫 の時代になるわけですけども、えー、この時代に湯立ての神地というのがありますお湯を炊いてその様子を見てそれで、えー、ど国はどんな状態かっていうのを占ったわけですけどね、うん、その時に、えー、橋墓古墳っていうのが奈良にあるわけですねここは今はあのいわゆる、えー、昔のですね、えー、卑弥呼の時代 のお墓だと言われていますけども実は、えー、この橋原古墳は桃祖姫のお墓ですねでこの桃祖姫が湯立ての神事をしているときに19音の歌を歌います19音というのは、えー、5・7・7ですねで和歌は5・7・5・7・7で31音ですけども、はい、この歌は5 19音の歌ですどのような歌かというと、はい 去る民もずに松田で「おえも乱るさ、うん」という歌です。はい先帝とつながってなくてきちんとしてない国はこの国が「おえ」という悪いものが発生して乱れてくるという歌なんですね。うんうん、そしてその時に、えー、このようなご神事が出ます。大見家主の孫大忠猫に二代目串彦を祀らせなさいと いわゆる串彦というのは恵比寿さんですけども、うん、この方に近江家主というのは、えー、前回お話しました開花天皇に対して、えー、意見を愚痴した人ですね、はい、でもそれを守ってくれなかったので引退しました、うん、そしてその孫の大畳猫子に二、えー、代目の大物主を三輪山に松つせようというお話、はい、占いの神事ということが書いてありますね。うんうん で最終的にですね、えー、無事主人っていうのは国をうまくまとめることができました、はい、で最後に宮山で「う、え、ま、ー、酒の歌を歌うわけですねですから宮山というのは「うま酒」という言葉と非常に関係あるということ<っ>、えー、お聞きになったことありませんかいやないですあ,あそうですかお酒に関する歌ですね、はい、でこの歌は「ですね古事記日本書紀」発話3つありますんでちょっとご紹介しますね、はい 日本書紀の馬酒の歌はこういう歌です。この幹は我が幹ならず、山となす。大物主の神し幹。いくひさ、いくひさという歌になっています。うん、はい。これは日本書紀の歌ですで。古事記はどうなっているかというと。この幹は我が幹ならずという十二音。はい、非常に簡略されている歌になっていますね。うん、でホツマツターはどうなっている この幹は我が幹ならず、大和なる大物主の神の幹。幾久作る、杉葉幾久という歌になっているんですね。これはですね、宮山というのは、あの、あそこ、とてもお酒の美味しいところでございましたね。うん、で宮山の杉玉が、だいたい、あの、各、えー、酒造のところに飾るわけですよね。で。 杉の葉っていうのはあの杉の葉っていうのは色が変わってくるんですよだんだん、うん、で最終的に最初は緑なんですけど最終的に、えー、焦げ茶色になってくるんですよ、はい、あの茶色の時が何を意味するかっていうとお酒が熟成した時期を表すんですね、えー、なるほどはいはい作ってから熟成するまでがそれの、はい、そうなんですね一瞬になると、うん、でこの歌をちょっと見ていただきたいんですが、うんえー、日本初期ではここに 大物主の神しみきいくひさいくひさという言葉で終わっちゃってるわけですね、うんはい、で古事記はもっと簡単になってますねでホツマではどうなってるかというと山となる山となる大物主の神のみきいくひさ作る杉場いくひさという杉の言葉が出てきてますね、うん、杉場いくひさはい、はい これが隠されちゃったというのは、うんえー、今回のお話です<ー>どういうふうに隠されたかというと、はい、杉というのは醸造過程で非常に重要な役割を、うん、果たすわけです、はい、それは色の変化だけでなくて杉の根を薄く削ったものをお酒に入れるとお米の発酵途中に発する嫌、えー、な匂い、はい、とかそういうものを消す役割が、うん、どうもあったと でまた酒の持っている酵母の力というよのはい、あ杉の持っている酵母の力というのは、はい、お酒にとてもいい作用を及ぼすと,、うん、というところの話なんですけれども、はい、それを消してしまったと、うん、誰が消したんだろうか、うん、それはやっぱりお酒に関わる一足が後に出てくるわけですよね、うんえー、例えば松尾大社の神様、はい、今は旗さんということになってるわけですがこ、はい、の旗氏というのも実はホツマには重要なあ 古事記には重要なことを関わっている一族じゃないかなと私は思ってましてこの方の一族がその杉野とお酒のノウハウに関するものを隠してしまったんだと私は考えているわけですね、うん、なるほど、はい、<ー>そんなこともホツモをやると分かれますし、うん、この歌は高橋育井というですね食、はい、の神様はですねこの方がお酒を作ってスジン天皇に捧げたと はい、高橋育井の神社も大宮の神社にありますね。はい、はい、そんなことも分かってきてですね。ああ<ー>、はい、とても面白い。ええー、私もね、はい、あの一昨年の十二月に大宮神社行って、はい、ちょうど友達の選挙の日、市長選の日だったので、はい、眼けしてですね。ええ 彼は師匠になったので本当お礼参り行かないといけなくて去年行こう行こうと思いながら行けてなくて不ぎりをしてるので今年は絶対行こうと思ってるんですその時ちょっとお酒屋さん確かに酒屋さんね参道にたくさんありますのでちょっとその辺注意しながら杉玉もありましたし見たいと思いますしさっきの神様の名前も覚えてちょっとご最新とかチェックしていきたいと思います。馬酒っていうぜひ、 覚えていた方ですね。そうですね。今日初めて知りましたので、はい。そこは覚えます。はい。もうでもこの時代からだからお酒を作ってたということです。これはもうこの時代はまだ新しい時代で、そもそもお酒を生まれたのは紀元前2500年ぐらいにあの4代目の天皇宇ビチニスビチニという時に生まれたということはホツマに書いてありますね。4代目の4代目のはい。でそのそもそもなスタートはあの スズメが竹株にお米を入れてるのを見て、その発酵状態を見て、そこからお酒をまめたと書いてあります。はい。あそっか。その話もありましたよね。で、それから約千年ぐらい経って、この千年以降ですよね。あのこの高橋喜一としてはもっとお酒作りがうまくなって、でノウハウを持ってたと思いますね。はい。そうなると江戸時代に米が伝わったっていうのはちょっと合わなくなってきますよね。ですから。 そそう。は弥生じゃないですだから僕らはそういうふうにお米が伝わってから弥生時代だみたいなそんな感じに小学校の時習ったので今は僕は全然違うと思いますけどもともと何か厳選してたのかもしれないですね米みたいなものはね米がないとお酒作れませんしだから結局紙棚に備えるものってお水お塩 米ですね,、はい、ですねお酒だからこの辺のところになんか うんうん、でそれを、まあ、組み合わせるのがこう発酵の技術とか、ねはい、細菌のね、はい、あの働きなので微生物の働きなので、はい、だからそういうことをもう昔の日本人はおそらく知っていて,て,いて、はい、それを、まあ、あのどういうふうにこう組み合わせるかとか、うんはい、どう人体に、ね、いい影響を及ぼすのかっていう,そ,うで、ね、でその微生物をうまく使うにはおそらく祈りが必要だったんじゃないかなと、うんうんうん、おっしゃるですね。いうことが最近分かってきたんですよ。 だからその祈りっていうものが単なるこう宗教的なものだけじゃなくてすごくこう科学的にも証明ができてで昔の人たちはそれを知ってたからそういうものを作るときにそういう念でこう祈りっていうものを捧げたということですごく合理的なことをされてたんだなとむしろ今我々の方がそれを忘れてしまって科学万能主義で何でも科学だ薬だってやりますけど結局あの日本人が昔はものすごい体力あったわけですよね。 当然ご存知だと思いますけど飛脚はもう何十キロ走るし女性がね何十キロも米俵担ぐし今見たらもうスーパーマンですよねでもそれがやっぱりそういう日本人がたくさんいたわけでしょそれ僕知った時はなんでそんなことができるのってなったらやっぱり食べ物がいい体の軸の使い方をちゃんと知ってたということがわかりまして僕ら全然できませんから。 ってていいうことと。は、現代人が退化してんん。じゃないのと、うん、忘れてるんですね。ねはい、だからそういうことをやっぱりこういったあの昔のお話を学ぶことの中で、はい、こうつなげて見ていくとす,、ね、すごくそのお酒の話っていうのが古代の日本人のそういうなんていうかな知的なすごくこう何ていうんですかねこう技術が発展してたっていうことを、はいうん お酒の醸造っていうものの中で学べるんじゃないかな、はい。ととても重要だと思いますね。はい。はい、思いました。はい。すみません。ちょっと僕は蛇足の話がなくなっちゃいましたけれども。あいやいやそ貴重です。はい、はい。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。